完全なたるみなんで、ちょっと縦竿の縦気味の竿角でやっています。うろこういうところではうろうろふわふわ泳がせながら、鳥の動きが止まったら、竿先を少し引かせてじわっと小鳥を少し持ち上げるようなイメージで動かして、まあ尾っぽを振らして動きを促すような操作を混ぜてやります。あ、寝やがった。気がついてへん。気がつけよ。一番いかない。俺よりも気づいてないな。全然糸の針が甘いな。甘いんだって多分、うん、死んじゃうやん。これを長時間やっちゃうとあかんやね。そうで早く察せないかん、うん、溺れとる状態になっちゃっとるからな、うん、早せない死んでしまう。でも本当そうだよね。あんまりとか払ってないと気づけへんやね、うん、おるがな。おうとも何とも言えへんだ。こんだけの中に一緒におってもなあ、おらんちゅうか分かんてないのかな。これウグイじゃねえの、アユか。アユあんまりだけど今までより白くない、全体的に。うん、かかった。おお、口がかり。ね、前あたりとかが反応が出るのはやっぱりこのおとりが変わって砂流し目の時が一番やっぱり多いんですが、追われる可能性が高いもんでね。当然前あたりも多く出る、まあ、前あたりなしにそのままあのかかっちゃえば一番いいんだけどね。かからんにしても前あたりがカッ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 とトントコトントコこう変な信号が伝わってくるならまだ連チャンする可能性も高いもんでね。ちょっとこう今後ろに下がったような動き、流れに負けて下がったのか、寝かかって、おとりがペタンと後ろになったのか、なんかぼわれて嫌がったのか、要はグググググっていう感触で今目印が下流に流されましたけど、僕らがよく言う信号とはちょっと違いますね。ググココココっていう感じで下がってくるんですから。おとりが嫌がりながら首振って下がる時もあるし、あと寝かかりの信号みたいな感じでもあるもんですからね。寝かかりの信号っていうのはクククククッとこうなんか首を振ったような信号になりながら下がっていくようなのが寝かかりの信号だもんですからね。下がるっていうのは、針が川底に引っかかって尻尾が振れんくなって、でペタンとこう後ろあの下流、おとりの頭が下流側にペタンとこう寝ちゃう状態になるときに、そのおとりの体調分この下流に流されるもんですからね。おとりが川底で引っかかってそれこそあの下流側にペタンとこう状態あの倒れた状態になったままいつまでも知らんで竿を出しとるみたいなことになっちゃうもんですからね。寝がかりかなと思うようなあの信号があったら必ずギュッと強く糸を張る、あの竿を上流側に軽くこうおとりの体長分ぐらいギュッと引っ張ってみて、あのおとりが倒れとらんかを確認する必要があります。結構多いもんですからね、あの寝がかっておとりが下流に向いてペタンとなっちゃっとるのを知らずに釣り続けとるっていうのはすごく多い状態なんです。でかかる可能性がないだけでなくて、その状態で知らんとるとこうおとりが呼吸できん状態になっとるものですからね。水中で溺れたような状態になっとるものですから一気におとりが弱っちゃうんです。ですからこの寝がかりっていうのはもう すぐにこう察知してペタンとこう下流に向いちゃっとる状態をなくすようにせないかんです。